ジャージです。シュです。今回はマリオやってきます。いや、ついにね、ワールド3まで来て、で、こっから行こうと思ったんだけど、今回私考えがあって、この下から行かせてください。ちょっと、今回考えがあります。いやー、今回ね、水のステージだもんね。セーブはしないでいいか。水マシやなんて、これ私毎回言ってんだよね。ただ、水のステージってことは絶対、カメマリオがどっかにいるはずなんだよね、野生で。そのカメマリオ、うわ、懐かしい、こいつ。こいつなんか追って、いや、なんでカメじゃねえんだよ。こいつなんか追ってくるタイプのやつだよね。こう、こう来たら、あ、ちょ、危ねえ。で、これ下、なんかあるかな？いや、上かな？あ、で、ここでなんかブロックしてくれんだねのか、石で。これ下の湖の中にさ、スターコインってあったような気もするし、なかったような気もする。あ、でもなんかチビマリオ使いそうだな、こういう水系のコースって。ちょっとごめんなさい、下無視していくよ。あー、ここは絶対あるな。ないか。とりあえずこれをします。やべえ、半分来ました。あ、いや、ここなかったっけ？あ、あった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 。こいつで壊してもらうのか。お、しかも見て。今完璧のこの子いなくなった。で、こいつで、ここ壊してもらうのか。いいね。ここで壊してもらいの。OK。これ何個目だ？あ、1個目だね、1個目。あ、珍しいね、この半分超えて。あ、来たー、激アツ。来ました、チビマリオ。これ絶対あるでしょ。このチビマリオ使っていくとこ絶対あるはず。慎重に行こう。あ、てか、ここ、いや、ここは普通に行けるか。あ、でもなんか、ジャンプ力的に今ギリギリだったんじゃない？いや、まだあるね。まだ右下のマップ的にコースがある。うわ、絶対これ使うでしょ。とりあえずこれ水面走れるっていうので、あ、これ入れんじゃない？あ、入れるね。めちゃめちゃ相性いいね。うわ、これなんだろう、隠しゴールかな。あった、そうだ、ここあれだね。このブルック方式じゃないと多分今取れなかったね。オッケー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 。いや、いいね。あとはもうゴールするだけみたいな、そんな感じだよ。で、今回この下来たのが、ここ行きたかったんだよ。ここでカメマリオを取ろう作戦だったんだよね。なんだけど、チビマリオ結構でかいな。ここ行く前に、ここ行く前に一回こっち行っていいですか？なぜなら今こっちに赤のあれ、ハテナあるじゃないですか。これでカメコーラ出します。なんでこっち先にやろう。いや、でも水のステージ、あ、水じゃない。なんで水じゃねえんだよ。いや、ここはチビでいい気がすんな。いや、ここのまま行きます。水じゃねえのかよ。さっきワールド3は水のコースみたいな話してたんだけど。まあ行こうか。あ、で、このキノコの確かこの、見て。今下ボタン押してんだけど、座ってもなんて言うんだろう。ケツブリーンってなんないんだよね。まあいいか。あ、こういうとこ怪しいね。こういうとこ全然ツタが出る可能性があるんだよね。あ、ねえか。とりあえずこういうの真ん中にツタがあるイメージだから。ないね。進んじゃおう。お、入れた。てか半分早いな。うわ、出た、水ら。あ、いいね。わかりやす。オッケー。さあ、こっから出ます。で、これ取ったらやっぱあの亀やろうか。キノコハウスで亀取って、青亀マリオになります。ただあれ、確かルーレット、あ、一回戻ろうか。いや、いいか。ルーレットなんだよね。なんでミスったらミスったんですよ。あ、いいね、すごい。めちゃめちゃわかりやすい。うわ、これ、どっかに入れた記憶あんな。黄色、緑、緑だ、緑だ、一発成功、オッケーナイス。いいよ。これ絶対あるでしょ。なんなら隠しゴール説があるけど、え、あれあれ、これだけ？嘘。ちょ、待って。え、嘘、これだけ？確かこういう青系のコインって全部取るとみたいなのないんだよね。赤コインだと全部取ると、あ、でも隠しゴールだ。赤コインだと全部取るとアイテム出るみたいなのあるじゃないですか。なんだけどそういうのがね、ないんだよね。あぶね、ちょっと結構雑にいってるな。オッケー、これでも隠しゴールだね。オッケー。うん。あ、待って、これもコースか。そうだね、これも普通のコースだね。まあいいや、これは後にしようか。普通のゴールします。 OK、 今回は入らないっていこう。そうだね、まだコイン自体も3つ取ってないんだ。わあ、すげえ、めっちゃ売れんなお前。で、この赤コインは、あ、待って、これスルーしようと思ったけど、ここでカメマリオの可能性があるな。そう考えると取っとくか。いや、でもフラワーやかな。いや、フラワーだね。これが水のステージだったら割と、で、ここに多分3つ目があるはず。いや、こいつ踏んでくんじゃない？一応倒さないでいこうか。うわ、いや、まだ来るはず。いや、来たね。いや、待って、むずっ。ちょ、待って、タイミング逃した。え、いや、戻るのか。戻るなら、え、でもこれ、どこで踏めばいいの？いなくね？普通に待って、次もう一回行きます。行きます。よっ、よし。いや、でもどうだったんだろう。あれ、1回目のタイミングが全然つかめなかった。
ッケー、いいよ、ゴール。ちょっと上は取れなかったけど、よし、ここで絶対亀出します。これルーレットだもんね。うわー、これ当てないと下手って言われるな。絶対当てます。確かチビキノコの次ぐらいだったんですね、覚えてんな。フラワーの次か、フラワーの次。オッケー、ナイス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 。あ、しかもストックできんだ、これ。激アツじゃん。よっしゃ、これ保って。あ、その前、ワールド1行っていいっすか。ワールド1でここを使う場面があったんだよね。皆さん覚えてますか。ワールド1の、ここですね。ここで大砲入れるようになるんだよ。よし、ここだね。ここの右側。いや、ここね。ずっとカメマリオどっかで、っていうか初めからああいうとこで取っとけばよかったのかもね。そうだよね、普通にあのキノコは、いやでもちょっとずる、いやずるくはねえな。いや来たー、感激。やっぱ、おいおい、びっくりした。あ、よかった、これ全部ブロックあんのかと思った。やめろよ。オッケー、いやいいね、これやっぱ好きだわ。もう何もしなくてもいいもんね。オッケー、そう、ここがね、これじゃないと、多分これじゃないといけないよね。これが正規ルートな気がする。よし、これで入ろう。これで大砲いけんだろうと思うんだよね。いや、これどこ飛ぶんだろう。結構行ったかな。今5ステージまで行ってんだよ。どこだろう、ワールド4とかかな。あ、ワールド5いけんだ。あれ、なんか前もワールド5飛ぶどかんなかった、かぶってない、違ったかな。そうだよね、前なんかどかんでワールド5来た気がするけど、まあ、とりあえずワールド3もだろう。よし、この亀絶対維持する。しかもここ水のコースでしょ。これ前回も言ったんだけど、水のコースだとね、カメマリオだと早く動けんだよ。いや、やっぱそうだね。これわかります、この速さ。速くなってんだよね、ちょっと。水が狭すぎてあんまり感じれなかった。うわ、結構水だな。なんならここファイヤーでこいつら倒すのが一番いいかもしれないけど、やっぱ速いね。で、これフラワーかな、フラワー、ファイヤー。あぶねえ。いや、全然ね、おお、やっぱ速いな。動きやすい。いやー、これでさ、カメマリオストックできるみたいな感じあれば嬉しいけど、多分あの緑じゃない？そうだね、この緑の汚いやつだな、しょうがない。さあ、全然、ああ、これでカメストックしたい。スターの追加、スターの次。いきます。これ絶対ストックするよ、私。よし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 、激アツ。いや、カメにカメストックってやばくない？うわ、こいつあれじゃん、追ってくる、おい、あれ今追ってくるやつじゃなかったっけ？視界に入らなければ大丈夫なのかな？あれだね、結構視野が狭いんだね。これ絶対あるでしょ。あ、キャキャ、オッケー。何個目だ？ 1 個目だよね、絶対。1個目のはず。1個目だね、オッケー。で、上は、うわぁ、いる、やべやべやべ、ちょっと待って、左。いや、いいね。あ、こいつ結構どんくさい。うわ、嘘、ごめんなさい、ごめんなさい、危ねえ。悪口言ったから結構気づかれるかと思った。で、これ押して、あ、いいね。これやっぱ早いのってすごい有利だね、水のステージにおいて。あ、このさ、食べるやつってもしかしてこれやると食べられない説ある？これクリボーとか来るとね、やられないんだよね。やってみ、いや、いやだ、いや、あ、もういなかった、よかった。一瞬やってみたいなって感じだったけど。オッケー、次ボスだね。よし、どうしよう。ボス行くか、隠しステージあるか、どうしようかな。次回の数見て、いや、ボスの前に一回こっちやろうか。これやって、ボスやって終わります。うん、多分それぐらいが時間的にちょうどいい気がする。うわ、これめっちゃドカあるとこじゃん。私こういうの無視してるよ。あ、やばい、オッケー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 。ちょ、待って。亀甲羅生かしたいんだけど、水の、まあ水のステージは生かせてたね。なんかもうちょいこの亀でスイスイ滑っていきたいんだけど、なかなかないな。これ確かファイヤーは無効化できなかったはず。これ全部ちょっと確かめていくよ。うわ、ここ全然覚えてねえな。この亀でさ、すごい乗りたいんだけど、全然ねえ場所が。オッケー。なんだこれ。え？え？え、これ、え？え？ちょ、覚えてない。赤？赤？赤から多分出てくる。あ、ちょ、待って、壁キックします。え、これ進んでこっから戻るみたいな感じじゃなかったかな。私走りたいんだけど、走っちゃうとね。あ、これじゃない？走っちゃうと、すごい亀がくるくる回っちゃうから、ちょっとなるべく走んないで。これ OK、 多分左戻るんじゃないかな。いや、そうだね。うん、いや、ちょ、走んの怖いな。いや、 OK、 ここで、そうだね、ここで出て、うん、 OKOKOK、
最悪あのビッグマリオで土管確かぶっ壊せんだよね。よーし戻ってきた、戻ってきて慎重に行くよ慎重に。うわーここファイヤーがいいな、ファイヤーが。ちょっと待って落ち着きます。めっちゃ、やばい。よしで、オッケー、行きの、くそこ、やばい、嘘マジ、今疑惑の判定じゃない、当たってなくない。ここさ、確かここにブロックあったんだよね、隠しブロック。あ、こっちから普通に壁キックでいけるか。いやでもファイヤーに慣れてない。これブロックあったはず。ほらね、ほら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 、あ、これ覚えてる。ここら辺に隠しブロックあった気がするんだよな。違ったかな。いや絶対あったはずで、いやあったはずなんだよここら辺に。あと、あれよ。あ、もうゴリ押そうゴリ押そうゴリ押そう。私の記憶が曖昧だな。はい、やばいやばい、うマジかよマジかよ。え、ここでこれくんのやばくない。いや、っていうか取れねえし、取れねえし。あ、取れた。いや、っていうかいけねえ、あ、いけないいけないいけない。ここでこれくんだね。っていうかあれでこれくんだね、このビッグマリオ、このなんて言うんだろう、緑コインじゃなくてあの赤いので。いや、いいね。すげえ簡単にこれって相手。いや、プレイが今日下手だな。はい、よし。で、ボスやって終わろうか。よし、どんなとこだったかな。トゲとかあった記憶がある気がする。え、ここも土管、土管多くない？なんだこれ。いやー、じゃあこっちかな。これあれあるよね。火下から上がってくるみたいな。違う。全部外した。なんかドンキーとかでよくあるよね。この、下から火上がってくる昔のドンキ、あーあーみたいな敵なるやつ。こっち側、あ、これパンチングスターできるもんね。だからパンチングスターしても別に、あったあったあった、よかった。くそ、全然カメマリオが行かせてない。私はもっとスイスイ行きたいんだけどな。とりあえずこの下行こうか。これで土管でビョーンって飛んでって、ウィーで行こうか。この裏側から行くみたいな、そんな感じだね。あ、これは亀で一回上行こうか。ちょっともったいない気もするけど、ガンガン使っていこう。よし。やった気もするんだけど、なかったかな。いやー、ないね。あった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 。あった、ちょ、全然コースと相性悪いな。OK よ、OK よ。あ、後ろか。どこで前になれんだろう。前になれるとこある？こっち？どっかにあるはず。はい。こっち側かな。あれ？どこだろう。いた！くそ、全然、治れるとこがない。ここか。ここありました。あったけど、ちびまりゅうになっちゃったな。ここで、取ります。オッケー。いいよ、順調。で、普通に行っちゃっていいのかな。うわ、これ左側じゃなくて右側怪しいな。ただもう進んじゃおうか。右側もしかしてこっちと繋がってる？あ、繋がってるね。オッケーオッケーオッケー。それなら、あー、怪しい、あの右が怪しい。ただあれブロック壊せないんだよな、チビマリオだと。ちょっとやっぱりここ来ました。ここ3つ目あるんじゃないかなと思ってきた。で、何回かやられたんだよね。いや絶対あるでしょ、ここにないわけがない気がする。いや、で急いでいきたいな。いや、ここ絶対あるな。オッケー。やべ、でも時間割とギリ、もうゴリ押そう。オッケー。あった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 、結構ギリギリだったね今。で、ここでクッパだね。よし、これ実は結構やられたからね。あ、この下は何だろう。本来だとこの左からコインみたいな、そんな感じか。いや、ここキノコあるでしょう、どっかに。うわ、こいつらマジ邪魔くせえな。あ、これ絶対キノコでしょう。お願いします、キノコ。オッケーオッケーオッケー、一回食らおうか。おお、すげえ。今食らってファイヤー取ろうと思ったけど、謎の無敵しかあったね。さあ、やっていきます。3回目のミニクッパの挑戦だね。3度目の正直。さあ、ここでこれ多分ファイヤーだけで持っていけんだよね、これ。簡単だね。簡単じゃないか。よし、今回はここで終わろう。バイバイ。